初代駆逐艦長を務めた一等駆逐艦、神風、鎌田正さんは、日本の海軍軍人。最終階級は、海軍大佐。駆逐艦、神風の初代駆逐艦長を務め、その後は、第11駆逐隊司令、第15駆逐隊司令、1945年8月5日からは、青森港湾警備隊司令を務めた。1884年に、青森県に生まれ、1905年11月28日に、海軍兵学校第33期で卒業、同期に連合艦隊司令長官、豊田宗右衛門がいる。1915年に大尉として雷型駆逐艦、おぼろの駆逐艦長に着任した。1917年には駆逐艦、安南に指揮官として上艦し、第2海港駆逐隊に属して、同艦をポートサイドまで海港、フランス海軍に引き渡した。1917年11月8日、魚雷攻撃で損傷し、イギリス交渉で修理を行っていた榊が再就役すると、その駆逐艦長に着任、1918年に少佐に昇進した。1920年には、海風と山風の駆逐艦長を兼任し、1921年12月1日からは、峰風の駆逐艦長に着任した。1922年9月20日には、神風の偽装委員長となり、竣工後は、中佐として、神風の初代駆逐艦長に着任。神風は竣工と同時に第一駆逐隊に編入された。1924年2月5日には、第11駆逐隊司令、12月1日からはもみ型駆逐艦の藤、薄、萩、蔦からなる。第1水雷戦隊第15駆逐隊の司令に着任。第15駆逐隊司令在任中には警備駆逐艦、臼で、後に連合艦隊参謀となる、扇和人と出会い、鎌田司令は、扇和人の語学力を買って、相手側との交渉役に指名した。大正15年3月、中国では、中国国民軍と奉天派軍閥が戦闘を繰り返していた。同月12日、日本は奉天派を援護するという名目で、軍艦多数を中国国民軍の駐屯する天津大国地に派遣し、陸上の中国国民軍に対して艦砲射撃を行った。この事件で派遣されていた鎌田司令の率いる第15駆逐隊は、中国の大港沖に停泊していたが、大港沖に停泊していては迅速な連絡ができない、上に風波が強いとして、鎌田駆逐隊司令は、艦隊司令の許可を待たずに駆逐艦藤、臼からなる艦隊で、大国地への侵入を強行した。その走行中に、中国国民軍から猛烈な射撃を受けたため、藤の機銃で中国側の陸上砲台に応戦して、同砲台を沈黙させた。また、同じ青森県出身で軍令部第3班長であった、中村良三少将も現場に駆けつけた。この戦闘で藤に座乗していた鎌田司令、主計長、兵の3名が負傷し、中国国民軍側でも8名の負傷者が出ている。太平洋戦争末期の1945年8月5日に、青森港湾警備隊が開け隊されると、その司令となった。しかし、4日後の8月9日に、青森県大湊湾の大湊警備府に、アメリカ軍の空母艦載機が襲来。停泊中の艦艇や陸上砲台から応戦したが、不設艦、常磐が計4発の直撃弾と4発の至近弾を受け大破、駆逐艦、柳は元から損傷状態での戦闘で2機を撃墜するなど、健闘するが大破する被害を受けた。ありがとうございます。